海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みなどを紹介します。子どもたちの元気な声が響き渡っています宇水素海岸にやってきました。今日は首都圏の子どもたちと保護者がいわき市を訪れ、福島県の海の文化に触れて復興を目指す人々、そして地域の人たちと交流するスタディーツアーが開かれました。一泊二日で行われたツアーには親子連れ90人が参加しました。親子でジャンガラ念仏踊りを体験し、美しい海での海水浴、そして地元の人たちが振る舞う浜通りの郷土料理に大満足の様子。この体験を通して豊かな自然とそれを大切にする地元の人の思いを学びました。子どもたちもただ楽しもうと来てるんですけど、でその中でいろんな地元の子どもたちとか地元の人たちと触れ合う中で、何かこうしっかりと学ばなきゃいけないなっていうことだとか、あるいは伝統芸能を見て、地元の子どもたちがすごいしっかりしてるので、そういうのを見てこうなんかいろいろ感じるところがあるような表情に変わってはいます。しょっぱくてなんか楽しかった。ちょっとしょっぱかった。ちょっとしょっぱかったこうやって震災の後にこうやって地元の子どもたちとも交流できたりとかして、まだ1年生なんでどこまで分かるか分からないんですけど、少しでも頑張ってるところがあるところを分かってほしいなとは思っています。でも本当にあの辺とか何もなくなってしまったのがやっぱ結構衝撃でした。今回のこと自由研究で学校で発表してもらおうと思っていて、で本当に実際来てみてどうだったかっていうのを感じて、みんなにそれを伝えてほしいなって思っています。福島みなとみらい塾、ツアーの最後は宇水素海岸のゴミ拾いです。私も参加したいと思います。2017年夏、首都圏の子どもたちが体験したいわきの海、味わい、交流した人々、これからもいわきの良さをもっと知って、もっと深い絆が生まれるといいですね。